もう3球投げれる、はい、真ん中高め、ストライク、まあ、それボールになってもいいから、はい、こう理想を求めるならやっぱり低めでキレのあるまっすぐがやっぱピッチャーの理想としてあるけれども、やっぱそれでも高めに吹けた時にファールだったりっていうのがエンドは取れてるよねっていうふうに、確かにそうだなっていうふうに感じて、変化球は低めに、まっすぐは高めに投げるイメージでもいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、自分の中でも高めに抜けた時にファール取れてるから打たれない、高めの方がやっぱ打たれないよなっていうふうにちょっと自分の中で思っちゃってて、でそれが新井さんに言われた時に、あ、同じ意見を持ってる人がいたっていうふうに思って。